スターチョエンジンの、ぶつからない車第2弾大テストをこれから行いたいと思います。2013年度に出た新型車、もう各も魅力的な車がたくさん出てきたんですけども、実は予防安全の決め手と言われるいわゆるぶつからない車、ついていく車、あるいは、プリクラシとも言われてますけども、そういった車がさまざまな実は技術センサーを持って登場してきてます。標準装備でつく車、5万円前後で安くつける車、あるいは100万円近い車、さまざまですね。そこでいろいろなこう技術やセンサーがありますので、それらがどういった性能や機能を持っているのか、ここではその一つの実験をしてみたいと思います。はい、XV ハイブリッドのアイサイトですね。今日はある意味でアイサイトが一番苦手としている雨霧、カメラ認識なので、人間の目と同じように前が見えないとアイサイトの機能効用は低下するんですね。そういった意味で、ミリ波ですとこういった悪天候にも、ミリ波レーダーは非常に強いわけですけども、さまざまなセンサー技術の、得て不得てがあるので、このアイサイト、この霧の中で反応するでしょうか。しかも自動ブレーキがかかるといっても路面はウェットです。さあ行ってみます。はい、いつものように30キロで近づきます。おお、聞いたよ。さすがアイサイト止まりましたね。もっとも霧で認識できなくなるとここにエラーが出るんだよね。ドライバーは混乱しないで済むと思うんですけど、実際にスバーのアイサイト乗ってるドライバーで、天候の悪い夜間の雨霧だと結構認識しなくなるんですね。その場合に、アラートが出て今機能してませんよという警報が出ます。さあそれではもう一回いきますか。アイサイトは3回しかできないんですね。短時間に連続でこの機能が働くと、ちょっと30キロ超えちゃったけど大丈夫かな。大丈夫でしたよ35キロぐらいで行っちゃったけど基本は前をしっかりよく見るということと、あとやっぱりブレーキ性能がね重要ですから、効かないブレーキだったらもっと速度が低くないとダメですからね。あら、霧が深くなってきたけど3回目どうですかね。でもこれハイブリッドになってなんか乗り心地とか走りの質感良くなりましたね。はい、30キロ、35キロ、30キロ、30キロ、どう？どう？どう？おー。はい、XV のハイブリッドアイサイトですけども、人間の目と同じようにカメラで見るので、こういった天候が悪い、視界が悪い時は実は苦手なんですね。しかし今回このぐらいの霧でして霧でも、しっかりと認識して、2回目はちょっと速度が40キロ近かったんですけども、物体をしっかりと認識して、警報が鳴ってしっかりとブレーキがかかった。でもう一つは今日は路面がウェットですから、自動ブレーキが緊急ブレーキがかかりますけども、当然いつものドライよりも制動距離が伸びますけども、それでもスバルの場合はタイヤのウェット性能とか雨の日の、ブレーキ性能、ABS 性能、そういったものが非常に満足できるレベルにありましたから、この条件でも3回とも100発100中3発3中で止まりました。さあこの霧で歩行者どうでしょうか。ちょっと条件的に厳しいかな。対車両と違って歩行者の方がね痩せてるからね。止まったよ。はい、歩行者は非常にちょっとスリリングですね。結果的には、この霧でもよく認識して止まってますけども、人間がこう本当に間近に近づいてくると
もうドライバーの方もドキドキします、警報が結構早めになりますから、ちょっと脇見運転してて警報が鳴ったらしっかり前を見て、まあ、車の方が自動ブレーキをかける前にバーンとこう強いブレーキを踏めれば、まあ、コンピューターの自動ブレーキに、寄りかかることなく、まあ、ドライバーが危険を回避できるんですね。そういった意味で、警報が非常に重要かなと思いました。ただ警報の音がレーンキープの白線車線を逸脱した時の音と人間が目の前にいて歩行者を引くリスクの音が、まあ、重みとして同じ音なんですね。ですから、まあ、ちょっと人認識して、歩行者の事故の警報はもうなんかバーンとかですね、でかい音をさせた方がいいのかなと思います。まあ、よく前の車見てますよね。ほとんどノーブレーキで走ってるからね。おお、白線よく読んでるね。そうですね。見てますね。まあ、こうちょっと中央分離で薄くなってんだけどね。それでも見ますね。この薄いの見てるね。何をもってこう線だと判断してるんですか。だからカメラ技術だからコントラストで見てんだよ。よく見てるわ。だ問題はこのピピっていう音がちょっとうるさい感じがあるんだね。レガシー、エドリーどうでしょう、取れましたか。これはあくまでもレーンキープの警報音だけですね。ステアリングで元に戻すというのはしてないですね。はい、アイサイト、ステレオカメラだけでアダプティブクルーズコントロール、それとレーンキープ、このテストしてみましたけども、まあ、ものすごくよく前の車見て追従してますね。多少のコーナーリングでもずっとこうついてる感じがあるんですけど、割り込みに関しても割り込んできた車両に対して、まあ、びっくりするようなこうブレーキをかけるんじゃなくてスムーズにこうちょっとアクセルとブレーキをかけながら車間距離を元の安全な状態にしていくみたいな感じなので、まあ多少割り込まれてもいきなり強いブレーキを踏むようなことはなかったですね。ただそれが本当にその、追突を、避けれないような状況でしたら、まあ、もっと激しいブレーキがかかると思います。まあ、その割り込みに関して言えば前の車との速度差、まあ、つまりデルタ V がまあ重要になってくるので、このデルタ V に対して相対速度が大きいと、まあ、より激しく、まあ、強いブレーキを踏んでくるんだと思います。レーンキープはすごく薄くなった白線なんかもよくこのカメラ技術で認識してるんですけど、ただ課題は、まあ、ピピピっていう音がですね、非常に1車線2車線ぐらいのカントリーを走ってると多分頻繁になると思うんですね。それがちょっとうるさくなってしまうんじゃないかな。ですからヨーロッパあるいはアメリカの車のようにステアリングホイールを振動させたり、シートを振動させたりという、人間に対するヒューマンインターフェース、そこをもっと触覚を使ったやり方がいいと思いますね。でリスクの高いところに来たら、フラッシャーライトつけたり音を出したり、まあ、プリテンショナルベルトで、電動で動かしたり、まあ、ありとあらゆる、知らせ方はあると思います。まあ、それがただ警報音だけというのはちょっと単一的で寂しいなと思いますね。あと残念なのはこのクルーズコントロールなんですけど、安全と環境、まあ、燃費ドライブにものすごく効果あるんですが、メーターセットで115キロ前後、まあ、実測で107、8キロぐらいまでしか、まあ、警察とのお約束でできないので、まあ、この速度を超えるとドライバーがマニュアルでアクセルを踏んでいかなければいけないので、もうちょっと高い速度まで設定できるようにするともっと実用的かなという気がします。